佐賀支部4822百武翔です。お願いします。あ、見たことあります。はい、この間の佐藤浩くん の、 あのガンダム の、 あの下りとかを見ました。はい、ガチガマ大丈夫ですか。目白目向いてないですけど。白目ねやっぱインパクトがあった方がみんな見ると思うんですよ。まあ、でもそこまで行くと今度やっぱガチ勢の方に怒られちゃうんで僕はもう、はい、あんまりそういうのは得意じゃないんで、はいはい、なるほど。結構見ます。なんかまあスロットの動画を見たり、あと最近嫁とあのツムツムにハマってて、ツムツムの動画を見てます。今一回やっててまた戻ってきました、嫁と二人で、はい、もうハマっちゃって、子供もハマって一緒にやってます。はい、あ、そうですね、はいはい、はい、そうです。4月24日に、下の子のソータが3歳になりました。ありがとうございます。下の子は何を買ったかな。この間もうあのお兄ちゃんが4月12日で、同じ2人とも4月生まれなんで、この間一緒に、はい、プレゼント買いました。前節から唐津もあの上の子の誕生日の時1着取れたんですけど、下の子の時は2頭しか取れなかったんで、まあ、また準優に乗れてそこから頑張りたいなと思います。着替えしてきてもらったんですけども、見せたいということで。はい。これ何の T シャツですか。これあの僕サガントス好きで応援してるんですけど、サガントスの応援の旗を振ってくれてるファンの人と知り合いになって、その人が作ってくれた T シャツです。はい。ボートレーサーなんですよっていう。あ、なんか別の記事で僕がサガントスのユニフォームを着てるのを見てくれて、で百武選手はサガントス好きなんですかみたいな下りから、はい、連絡取るようになって、今でもサガントス応援に行った時とかに会ったりしてます。あ、ありがとうございます。その方は結構こういう T シャツとかをじゃあサッカーの選手とかでも作ったり。あ、それはちょっと分かんないですね。なんか、まあ、僕を応援してくれてるってことで、はい、作ってもらって、はい、あんまりこういうのがないんで、はい、しっかり宣伝として着てます。はい、頑張りたいです。サッカー、はい、野球の名門校の出身していたので、はい、野球のお話になるかなと思ってたんですけど。そうですね、あんまり、まあ、この間でもあの佐賀で巨人戦があって、高校の後輩が巨人の一軍でピッチャーやってたんで応援には行きました。はい、田中豊樹で一軍で今投げてるんですけど、はい、そのたまたま会えて一緒に写真撮ってもらいました。後輩に、はい、佐々木さん写真撮ってくださいって言われるようなね。あ、そうですね、はい、なれると、はい、いいな、はい、はい、サガントスと一緒に僕も頑張りたいと思います。応援してください。勝ちがま。こんなんでよかったですか。ありがとうございます。面白い話がよかったです。でもなんかあの出身校はすごいボートレーサーが多いって。あ、そうですね、はい、5人ぐらい。5人ぐらい、はい、野球部が3人だったんで。野球部3人、はい、でもサッカーです。なんか野球も見に行きますけど。野球もね、はい、あ、もう巨人戦見に行ってるの下の子が違うよ違うよって言ってる。